こちらはネクスコ東日本です。午後2時5分現在の道路交通情報をお知らせします。関越道を新潟方面です。新座料金所付近4キロポストで乗用車が故障して止まっています。ネクスコ東日本からのお願いです。2月13日から関東全域で平野部においても降雪が予想されています。高速道路をご利用される場合は必ずタイヤ装着をお願いします。ネクスコ東日本からのお願いです。冬用タイヤ装着、チェーン携行など冬装備を万全にしてご走行ください。またスピードを控えるなど一層の安全運転を心がけましょう。防衛省よりお伝えしました。あなたに実装です。ネクスコ東日本。